写真拡大。パリーグ、ロッテ8対6セーブ。1回戦、ロッテ1勝。7日、ZOZO マリン完璧に。3年目のロッテ安田久志兼内野手21が新人イヤー以来、2年ぶりのアーチだ。ここまでチームに迷惑をかけているので、1本打つことができてよかった。2連続三振を喫して迎えた6回に、高橋ひかるのフォークボールを捉えての1号ツーラン。今季は初の開幕1軍入りを果たしながら、この試合前まで20打数1安打。ようやく結果を出した。試合は午後6時開始だが、この日安田は午前7時に起床。午後1時開始のイースタンリーグヤクルト戦、ロッテ浦和に4番3塁で出場していた。1安打を放って移動し、午後4時過ぎに幕張に到着。10試合ぶりとなる1軍での先発起用に応えた。チームは連敗を3で止め、今季ホームでは負けなしの7連勝。井口監督は、上に置くなら使わなければいけないし、代打で置いておくんだったら下で試合に出そうとと、主砲候補の育成プランを明かし、目を細めた。試合終了は午後9時30分。しかし、安田の1日はまだ終わらなかった。グラウンドに戻り、三塁守備について、鳥越コーチのノックを受けた。無観客開催ならではのさらなる特訓だった。充実した1日でしたと21歳は汗を拭った。8日も2軍のヤクルト戦、ロッテ浦和に出場してから幕張へ向かう予定。超ハードスケジュールで鍛え続ける。石井貴直。